はい、こんにちは。スクキワカメと申します。それでは、モテる男になるためにマイネリーベから乙女心を学ぶということで、ナオジ君ルートですね。続きをやっていきたいと思います。いよいよ6月に入りまして、まあ今回、多分この学園祭までやって、もう、そうだ、この誕生日ぐらいまでやっちゃってもいいのかな。いよいよ卒業式控えてますんで、多分次回が最終回になるかなと思います。ので今回、どうしようかな。ステータスあと、心もとないのが容姿と火星。両方あげた方がいいと思うんですけど、容姿をあげると火星が下がる。で、火星が上がると芸術が下がると。とりあえずまず容姿かな。160ぐらいにしたい。誰だ？いや、え？今帰りか？送っていこう。珍しいですね。どういう風の吹き回しかしら。まあせっかくならじゃあ、ぜひご一緒させてください。寮までの道のりが短いのが残念だが、さあ、行こうか。全然遠回りしていいんだけどな。オルフェと楽しく下校した。すぐ目そらすんだよな。で、150行こう。おう、今帰る。送ってってやるぜ。なんか卒業前になるとみんな優しくなるんだよな。ぜひご一緒させてください。では帰りましょうか、お嬢さん。はい、帰りましょう、お兄ちゃん。困ったことがあったら力になるぜ。俺に言ってきな。頼りになるな、エドは。やっぱりエドとおしゃべりして過ごしちゃった。楽しかった。目そらしたね、今ね。あ、150、160行きたいな。誰今度は。え、あ、また褒められる。なんか前回もオルフェに褒められたな。君は最近サナギから蝶に変化する。この表現よ。美しくなったと評判だな。これからがとても楽しみだ。まあ確かに伸びしろしかないけど。え、ねえ、びっくりした。もうやめてって。だからそういうの本当に。カフェこないだ行ったよ。じゃあさっさと行きましょう。本当カフェイン中毒だな、みんな。もうすぐ卒業だけど先のことを考えてる？とりあえずニートやろうと思ってるよ。みんなと楽しくカフェで過ごした。みんなは卒業後どうすんだろう。で、あ、今日が直司くん遊園地でしたよね。で、服ももう変わってるし、このカジュアルで問題なしと。結構すごい。全然カジュアルじゃなさそう。よっぽどスポーティーだよな。あ、で、直司くん立たされてますね。直司くん、すみません、お待たせしちゃって。お気になさらず。気にするんだよ。その服とてもお似合いです。ありがとう。ハニーズで買ったんだ。どのアトラクションに行きますか？どのアトラクション、直司くんどれが好きなんだろう。占い、お化け屋敷、メリーゴーランド、全部嫌いそう。でも強いて言うなら、なんか前線、なんか前世って言ってるし、これなのかな。とりあえず占いで行ってみますか。あ、気が合いますね。好きなの占い、マジで。とても楽しかったです、ね。楽しかった。今日のワカメの星座占い16位だったよ。それでは帰りましょう。直司くん1位。自分に送らせてください。でも入園料払っただけでまだ占いの館行ってないんだよな。あ、出た、この曲。卒業まであと6週間ね。明日から何をする。先生にももう聞けないんだよな、こうなると。でもこうなったらもうひたすらステータス上げたい。まず容姿を上げよう。はい、108。大丈夫？びっくりした、学園祭ですね。はあ、早く行かなくちゃ。今日は出た出た。健康記念日。はい、歓喜に満ちたこの日を。言うほど歓喜に満ちてないんだけどな。日頃の成果を。はあ、ふう、いつもながら校長の話長かった。張り切って文学部の準備しなくちゃ。当日に準備をするんだよな。あ、直司様、弓道。ええ、日本の文化を少しでも理解してもらおうと思って。めっちゃエコーかかってる。
あなたも弾いてみますか。弾いていいですか。じゃあ、でも大丈夫です、きっとできますよ。さあどうぞ。マリーンを狙えばいいんですかね。いいですか。はい、あの的の少し上を狙って、はい、指から鶴を離してください。ツインテールの部分ってことでいいのかな。はい、か硬い。ははダメです、引っ張れません。鶴が硬すぎますか。私がお手伝いしましょう。張り詰めた弓の、そのまま、まっすぐ的を見据えて。いいね、なんかお似合いだよこの二人。は、はい。さ、指を離して。行くよ。あ、当たったわ。何に当たった？なかなか筋がいいですね。本当ですか？ふふ、弓道って面白いですね。興味を持っていただけましたか？今度あなた用の弓をご用意。マジでか。それはいらないかな別に。うわ本当ですか、すごく嬉しいです。アーチャーになっちゃうね。約束します。約束してくれたな。でもあなたの無邪気な笑顔が見られるのなら。あー、なんか照れるそれ。ナオジ君モニター越しに照れてる。結構いい大人なんですけどね僕もね。恥ずかしいな。めっちゃビカビカ。こちらこそありがとう。とりあえず爆弾大丈夫かどうかがすごい不安。あと5週間？え、どうしよう。一回クイックセーブしない方がいいかな、これ。ただ、ちょっと体調低いんで寝ます。爆弾やめて。ねえ、少しお茶して過ごす。ああ、いいよ、過ごそう。ああ、行こう行こう。この頃、あの店のモカに凝ってるのよ。だからさ、早く行きましょう。飲んだことないんだって。とうとう卒業。やり残しがあるのなら今のうちにしとくべき。まあ、強いて言うなら君たちへの復讐だけどね。オーガスタと楽しくカフェで過ごした。さあとりあえず爆弾大丈夫かな。あ、ナオジ君、ストラール補佐委員として自分を手伝ってくれますか。もう全然手伝いますね。喜んでお手伝いします。ありがとう。ただ先生まだでも聞けますよねこれ。聞けないんだってこうなっちゃうと。誰だ今度は。え、あ、もうすぐエドの誕生日ですね。何かプレゼントしちゃう。プレゼントもちろん。何をプレゼントしようかな。特大テディベアしかない。さて準備しなくちゃ。あ、でも先生いける。だちょっとクイックセーブして直司くんには悪いけど怖いんでね、一回先生行こう。先生もうすぐ卒業です。どうしたの、具合が悪いの。具合いい。それとも悩みの。でも悩み。とりあえず評価を。みんなのあなたに対する印象はこんな感じかしら。どんな感じかしら。マーリンに爆弾ついてる。とりあえずマリン行くしかないな。へー、人気者なのね。まあ、先生よりはね。ただマリーンに微笑みの爆弾が。まだ何か知りたいことでもある。いやもう大丈夫です、もういいです。悩み解決の糸口は見つかった。ただこの1週間で爆発されたらやばいな。いえ結構です、ありがとうございました。やば、今日は直司君と約束してたんだ。戻せない。あ、まだ戻せない。でここで戻せるかな。オッケー、戻せた。じゃあ直司くん行きましょう。で前回カジュアルで行ってるんで今回はボーイッシュダッフィーで行きましょう。あ、門の前に立たされてますね。すいません、いつもいつもお待たせしちゃって。お気になさらず。気にします。ほんとビッカビカ。結構ねこの画面の設定で明るさ抑えてるんですけど真っ白だよ。では行きましょうか。行きましょう。自分はここに来ると落ち着きます。ほんと好きだね図書館ね。本が好きなのですね。二人で黙々と読んじゃいますよね。私は退屈です、これは口が裂けても言うな。とりあえずまあこれでいいんじゃないかな。やはりそうですか。そうです、あなたとの出会いに何か運命的なものを感じますね。運命感じちゃわない。名残惜しいですね。
もっと時間があれば嬉しいのですが。何しに来たのかが分かんないんだよな。それでは帰りましょう。はい、帰りましょう。自分に送らせてください。すごい、もう本当ウルトラレアまで進化したな。でこっから爆弾どうするか。とりあえずもう一回よし。爆弾やめて。日曜まで持って。エイド。ごめん無理。シトラール補佐委員として俺の仕事手伝ってくれ、ね。手伝いたい気持ちはもう山々なんだよ本当に。でもねごめん日曜日はね用事がある。そっか。ま、しゃあねえな。本当にごめん。やらなきゃいけないことがあるんだ。頼む持って。誰だよ今度は。え？あ、びっくりした。今日はエドの誕生日ですね。まあこの間ね約束できなかった分プレゼント渡しましょう。あ、上手に仕上がったって言ってる。さあ私に行かなくちゃ。どこにいるんだろう。部室に行ってみよう。よく走っていけるな特大なのに。あのエド様これ受け取っていただけませんか。マジ？ありがとうよ。すっげえ嬉しいよ。大切にするぜ。めちゃくちゃ喜んでくれる。すごく喜んでもらえたみたい。頑張った甲斐があったわ。やっぱこれぐらい喜んでくれると本当嬉しいんだよな。でとりあえずクイックセーブをして一回これ情報誌、あ、ボートハウスがオープンしてるからマリーンの野郎ここ誘おうかな。でまあもう劇場映画館は行かないと思います。で特集は待ちに待った夏休み海外の高級リゾート特集と。じゃあマリーン行こう。頼むよ。はい、交換所です。本当に頼む。でもマリーンやったら今度ガッチャンとみんなも行った方がいいのかな。まずこの1週間持つかどうか。やかましい。用事用事。そしたらマリン来週遊園地じゃない湖、湖行くよ。7月11日湖に遊びに行かない？大丈夫そうですね。もう行こう行こう。落としてやるよ。うわー、じゃあ楽しみにしてるね。よし、なんとかなった。なったかは分かんないけど全てはこの1週間にかかってる。用紙もでも結構上がったからこんで稼いでいいかな。寝た方がいいかな。寝ましょう。頼む爆弾持って。持った。よっしゃ。であれば一回クイックセーブしてマリン。これ今回行ったんじゃないかな。で前回フェミニンで行ってるんでこのカジュアルで。待った。お前今爆弾後ろに見えてっかんな。じゃあ行こう行こう。でも行こう。ねえねえ、ボートに乗りたい。もう乗ろう乗ろう。でもその爆弾についてる導火線、あの火ついてる導火線消すには分かってんだろうね。私に焦がせるつもりでしょ。うん、気持ちよさそう。女同士で乗ったってつまんない。落とすがないな。まあとりあえず気持ちよさそうで。やっぱり。ああ、って言いながら爆弾ついてっかんなこいつ。とっても楽しかった。まだ乗ってない。やっぱりキモネマちゃんといると面白い。本当に落とすぞ。それじゃあ帰ろう。ボート乗ってないんだよ。よし、部屋まで一緒に帰ろう。何なんだろうなこの子は。でまあこれまたテストですね。どうしよう、このまま最後まで行ってみます。いっそのことちょっと長くなっちゃうかもしんないですけど、もうテストでしょ。テスト行っちゃおう。今日から期末テストだ。こんな卒業間際にやんの。とりあえずまあ結果発表だけど変わってないと思う。総合結果は B ですね。なかなかいい結果が出た。日頃の地道な努力が実を結んだ感じで、一応クイックセーブじゃなくて普通にセーブしておきます。おっしゃ、そしたら卒業までっていうか、もうこれ電話しても誰も出ないんじゃないっていう。一応ガッチャン行こう。
電話は勝てたっていうあの既成事実をね。はい、交換所です。うるせえ。ガッチャンお願いします。出るかな。あ、やっぱ出ない。お出になりませんので、お留守のようで。なんで俺が出ないときそういう風に相手に言ってくんない。そうですか、わかりました。先生からの電話ずっと鳴ってっかんな。ルスカ、最近私も予定がいっぱいだし、いいか。じゃあこの最後の1週間持つかどうかだな。最後は火星行こう。爆弾やめて、本当に。あ、下校イベントが目白押しなんじゃないかな。今お帰りですか。お帰りです。よろしければ寮の前まで送らせてもらえます。送ってください。え、喜んで。ありがとう。では参りましょう。なんか変わるのかな。寮までの時は一瞬ですね。言うほど一瞬ではないと思う。あ、やっぱこれだな。直司くん、この頃お顔の色が優れませんね。そうですか。おう、何か心配事でも。そのような顔で自分を見ないでください。これ普通の顔なんですけど。え、今の自分には。はあ、ああ、ごめんなさい。私別にあれ以来輪廻転生の話が何もないんだよな。すみません、これではまるで八つ当たりですね。八つ当たりしないで。独り言と受け流してくれますか。自分が今から口にすることを。ほんと直司くん、独り言でかいからな。はい。鬱蒼としているのです。もがけばもがくほど自分は自分の道を見失ってしまう。なんか青春パンクの歌詞みたいだな。自分は祖国のためにこの空変王国に来ました。はい。初めはそれだけでよかった。ただひたすらに知識を吸収する。はあ。それだけで自分は自分の不安な気持ちを抑えることができました。なるほど。でも今は祖国と計りにかけても同じくらいの。はあ。いえ、もしかしたらそれ以上の未練というものがこの国に対して芽生えてしまいました。その未練というのはワカメのことなんですかね。でももう卒業です。自分にとっては決断の期限なのです。自分は直司君、でも卒業したからって国に帰るわけじゃないでしょう。直司君、自分はまた愚かなことを。えんやで。え、すみません、今日はこれで失礼させていただきます。え、本当に終わり。ああ、直司君、終わっちゃった。江戸の時もっと掘り下げられた気がするんだけどな。爆弾大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。あ、え、他のキャラ下校イベントなかったですね。今日はとうとう卒業式。卒業か。2年間いろいろあったけど今日で終わりなのね。皆さんと過ごした2年間はとてもファンタジックなひとときでした。でもわりかし今回の世界戦女子と仲良くしてるからか平和だったな。私は皆さんを忘れたりはしない。うん、それはまるで永遠のララバイ。校長のつばいですっかり変わっちゃったから。泣いてんじゃないよ。みんなとお別れしなきゃいけないなんて嫌よ。なあ、ちょっとみんなは寂しくなるね。いつでも会えるわ。まあ、ガッチャンもいいよ。卒業してもみんな友達よね。おう、マブダチだよ。また夏には家に遊ぶ。誰が行くか、あんなとこ。みんな来ましたね。親友でいようね。それではご一緒に、せーの、無視。ほら、いつまでも泣いてると。泣いてない。卒業パーティーに目を晴らしたまま行くことになるわよ。泣いてないよ。かわいいな、この泣いてるみんな。それもそうね。で、立ち直りが早いと。大変、早く帰って支度しなきゃ。これでもどうだろうな、今回。そうね、急ごう。だってあのお城での最初で最後のパーティーだもん。ステータス的にはちょっと心もとない気がすんだよな、火星。さて、気合い入れてドレスアップするとしますか。メイクアップ。とうとうこの時
やってきたね。幼い頃から憧れてたの。もう緊張の一瞬だよこれ。あの方は私にダンスを申し込んでくれるかしら。多分みんなは大丈夫。お前なおじくん簡単になんか混ぜられちゃいそうなんだよな。やっぱ湖に突き落としとくべきだったな。まあ頑張ってよ。それより時間よ、行きましょう。ねガッチャンは江戸だもんね。うん、そうしよう。なんかガッチャン余裕オーラ出てる。来た、ダンスフロアも豪華。私なんか飲み物もらってくるからフロアにいて。いいわよ、それまで誰かに誘われなかったら待ってるわ。いやめっちゃ緊張する。そうね、早く戻ってきた方がいいかもね。みんなで一緒に飲み物取りに行かない？どうやって。はい、頼む本当に。何飲もうかな。なんだろう、ボタンを押す親指がめちゃくちゃ重い。行きますよ、本当に行きますよ。せーの。お悩み中ですか？やった、なおじくん、あなたにお願いがあってきました。はあ、自分と一曲お付き合いしてもらえませんでしょうか？もう何曲でも付き合う。喜んで。今日はすっきりと今日はすっきりとしたお顔をされていますね。なおじくん、その胸の鼻すんごい似合ってるよ。ええ、迷いを断ち切りましたから。断ち切った。まずあなたにお礼を言わせてください。俺は何もしてない。え？この2年間、うん、不安で崩れそうになる自分をいつもあなたの笑顔が支えていた。そんな高尚なもんじゃないよ。これは自分の思い込みですが、うん、自分はあなたに救われていました。俺もナオジ君にね本当救われた。あの爆弾爆発した時もね変わらずデートしてくれたし。ナオジ君、でも自分は一つの決心をしてここに来たのです。はあ、それはあなたをとても困らせてしまうものかもしれません。まあ聞けることなら聞きますよ。決心？感覚は切り離せても、うん、感情は心は切り離すことが自分にはできません。もうそういうもんなんじゃないの。でもだから自分は今日あなたをさらいに。あら、さらいにってことは何？一緒に日本に行こうってこと？なおじくん？夢の中の自分のように後悔したくない。で結局本当輪廻転生系の話はもうあの一回こっきりなのかな。あなたを手放したくない。はあ、もう二度と離れたくないのです。よかったねワカメね。あなたを愛しています。あら、ナオジ君。異国の地で不安はあると思います。そして日本は今ケイオスの中にあります。ケイオス。しかし自分は今度こそあなたを守ります。この命を賭して。もしダメだったとしてもまた来世とか来来来世で会えるよ。自分についてきてくれませんか？ついてきます。どう？やはり大胆すぎましたね。わかめ、あなたを驚かせてしまった。ちゃんと返事してありなさい。聞いてくれてありがとう。返事してありなさい。直樹君だって勇気出して言ったんだよ。え？お別れする前に自分の本心を伝えたかった。え？いつかあなたがこの学園に思いを馳せた時。これダメなエンディング？自分のような東洋人がいたということを思い出してください。待って待って待って。私言え、言いなさい。なんて顔なさっているのですか？え？ダメなの？ラストダンスは笑顔で終わりにしましょう。行かないの？私をさらってください。よく言ったよ。もう一回言ったりな。私辛くたって構いません、あなたについていきます。よかったねなおじくん。
私も離れたくない。前世のような思いはもう嫌。ありがとう。悠久の時代を超えてやっと。やべえ、なんか一番感動的かもしんない。やっとあなたと結ばれる。直樹くん、なんか散々いじってごめん。あなたを大切にします。永遠に。本当に？よかった。やばい、なんかちょっとうるっときた。優美なる2年間の記憶。裸ですね。あなたはローゼンシュトルツ、バラの誇りと名付けられた。あれ、俺これ見てないと思う。そしてなんか回収してないイベントあるな。あれ、一つの物語を紡いでいく。一応じゃあ、まあ私をさらってくださいってちゃんと言ったから成功ってことでいいんですよね。おっしゃ、なんとか直樹くん攻略することができました。で、まあ残すところってか、まあこれでね、あの神谷くんから始まってアイザックやって、オルフェ、エド、直樹くんとやって、まあ案の定ね、残ったのがラスボスのルイなんですけど、ここまでね遊ばせていただいたからにはルイもね、攻略したいなと思うんですけれども、まあ週一投稿っていうのもあってね、一回始めると結構ね何ヶ月単位でかかってしまうっていうのもありまして、一応あの今他の方からもあのリクエストをいただいてるタイトルとしまして、あのときめきメモリアルのガールズサイド、そちらもあのリクエストをいただいているので、まあ、ちょっとね、ルイであのマイネリーベを終わらせてしまう前にね、ときめも遊んでみたいと思います。まあただ同じコナミさんなんで、システム的にはね似てるのかなとは思うんですけど、ときめもの方はあの女の子の方もね、あの普通の方もやったことがないんで、ちょっとどうなるかは分かんないんですけれども、一応次回からはときめもガールズサイドを遊んでみたいと思います。いや、ほんと直樹くんの最後ちょっとうるっときたな。よく勇気出して言ったよ。ほんとなんか今までいじってごめんって感じでしたね。いや、でも多分ルイとオルフェはね、双璧っていうか難しいんじゃないかな。オルフェもね、相当ステータスの面でもかなりシビアでしたから、ルイも多分難しいのかなと思います。まあとりあえずね、気長に、このマイネリベっていうゲームね遊んでいければと思います。まあまだね、ツバイの方も結局没落ルート途中でね、あのプレイ止まっちゃってる状態なんで、そっちもねやっていかないといけないなとは思ってるんですが、ちょっとね仕事の方リアルが結構忙しくなってて、今までみたいにぶっ通しでね取れればいいんですけど、何日か後に1回分取ってみたいな、そんな感じになっちゃってるんで、服を覚えてなかったりね、なかなかスムーズにプレイできない部分もあったんですけれども、あと1人か。なんか感慨深いな。一応今年の2023年のね5月末で実況を始めて3周年になるんですけど、3年間もマイネリーベやってたっていう。いや、でも面白いマイネリーベ、ほんと。あ、直樹くん。エンドと。で、ランキングデータの集計とシステムセーブですかね。あ、おまけに直樹くん役の石田明さんのインタビューが追加されました。爆弾やめて。爆弾やめて。システムセーブ。オッケー。じゃあセーブしてきます。はい、というわけでタイトル画面の方に戻ってまいりました。いや、まあね、女子でイラッとする部分はあれど、やっぱりマイネリーベ名作ですね。なんか悪役令嬢ものが流行ってる今の時代こそ、このリメイクって言いますか、あの新規キャラね1人ぐらい追加してリマスター版出してくれたら売れるんじゃないかなって思います。なんかもうスイッチとかでねリマスター版出してほしいな。で、ちょっと一回これムービー始まっちゃうんで、スタートボタン押しますね。はい、で、まああの残すところルイ一人にはなったんですけれども、これでね、あのルイやってマイネリーベ全員終わりました。で、マイネリーベの実況がね終わってしまうのもなんか寂しいので、
まあ、エンディングでもお伝えさせていただいた通り、次回からは、一旦ねときめきメモリアルのガールズサイド、こちらを遊んでいきたいと思いますので、引き続きお付き合いいただけますと嬉しいです。というわけで、まあ、次回はね別のシリーズになってしまいますが、またそちらのシリーズでお会いできればと思います。それではなおじくん編、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回ときめきメモリアルガールズサイドでお会いしましょう。はい、バイバイ。